カチューシャすごいね、生地が良くてめっちゃいいですよ。梅ぴー小岩です。この世の男ズッキュン声がやばいちょっとめっちゃね切っちゃったんですよ。やばくないですかちょっと中のがちょっと見えちゃってる。似合いますか、ボブココナということで。はい、先ほどはあの人狼ニコ生さんで生放送生配信ありがとうございました。すごいやっぱり人狼は難しいですね。うん、難しい。なんかなんかやっぱり人狼って難しいですよね。怖い。なんか私はちょっと無理です、あれ。でももっと強くなりたいなって思いました。強くなります、僕ちん。ほうき、あの上にあります。ナイス騎士、あ、ありがとうございます。そうなんですよ、1回目の時に私騎士だったんですけど、アンタンさんを守ったらなんと守れました、生きれました。アンタンさんなんかすごい、やっぱアンタンさんさすがだなと思って。でも絶対狙われるやろうなと思って、よかった。グッ、これめっちゃ可愛くないですか。ずっとつけたくて、あの生配信の時にいろいろ仮装3回したんですけど、あの中だったら皆さんどれが好きですか。とポリスと何でしたっけ、もう一個、アテンションプリーズとキキ、梅ピー小岩です。みんなどれが好きでした。私はこれかな、なんか可愛くないですか。おー、分かれますね。キキ最後のやつ。おー、ほうほうほう、でもなんかボブってこんな感じなんかって感じです。いつかしてみたいんですよね、ボブ。ちょっと待ってください、光すごい。バッ、はい、じゃあスクショタイムします。ちょ、光すげえ。ちょっと待ってください、ここが、イエーイ、ありがとうございました。あの30分ぐらいしかできないんですけど、よろしゅうございますよ。皆さんご飯食べましたか。お、やってくれるだけで嬉しいよ、ありがとうございます。食べた、お、食べた、ハンバーグめっちゃいいやん、今から食べる。お、いいですね、ハンバーグ。明太子うどん食べた、えー、美味しそう。明太子うどん食べたことないかも。うどん大好きですけど、
おお。なるほど。焼肉だったよ、いいですね。私も昨日焼肉でした。なんかなんであんなさ、焼肉食べたら幸せな気持ちになんねやろ。いつも思います。しかも焼肉って飽きない、絶対。もう一生大好き。一生ラブラブラブって感じ。私は人狼2時間だったのでまだ食べれてないんですけど、まあ何かしら食べます。ちょっと一瞬一瞬一回ちょっと一瞬ちょっと一瞬待ってください。あんま変わらなかったです。何もなかった。すごいですよね。私めっちゃ綺麗に切れた。さすが自分。めっちゃ綺麗くないですか？今ご飯食べてきた。おお、おかえりんご。今度はトトロでお願いします。トトロ。まさかのトトロ。トトロどうやんねやろ。むずかな、むずそう。 やってみたい。でも切る前はロング、そうですよ。こうだったら自分で切ったの。そうなんですよ、自分でちょっと切っちゃいました。バシッて、もう大胆に。お話が当たったよ。おおおめでとう。そうなんですよ、なんと電話イベント、ズームでね、顔を見てお話しできるようになりましたよ。皆さん当たりましたか？すごい楽しみすぎてびっくり。めっちゃ楽しみなんですけど、ズームイベント、そうそう。 当たったよ、やった。当たった方すごい多い。当選したよ。あ、外れちゃいました、外れました。でもすごい当たってる方多くて嬉しい。ウレピ1個岩です。ウレピ1個岩、楽しみ。本当になんか、本当にマジで全然皆さんに会えてなかったから、こうやって顔を見てお話しできるのがすごい嬉しい。緊張しますね。でも久しぶりすぎて、なんかどんな話するか迷いません。もう久しぶりすぎて、もう何から話そうみたいな。もう私は話すことがありすぎて、多分足りないです、こんなんじゃ。足りない足りない。ソロコンの話も全然できてませんし、もう早くしたいです、私は。したいです、足りません。だって本当にいろんなことがありすぎて、もうやだ。早くね、普通の生活が戻ればいいなと思っております。はい。 はい、美味しそうな顔ですね。あ、本当ですか？美味しそう。あ、でも確かに美味しそうかも。なんかもちもちしてそうですね。でもほんまになんかどんな感じかめっちゃ怖いですよね。そんなズームでそういうのやったことないじゃないですか、やっぱ今まで。すごいなんか世界が変わってきてますね。でも皆さんはロング派ですか？ロング派かボブ派かショート派か。 初めての仕組みだもんね。確かに初めてはやっぱり怖いですね。おロングロングショートロロング、お持ち派、わかる。セミロング、おお。 両方強い。ロング両方っていいですね。どっちも好きっていうの。ミディアム派です。ロング、切りたて派、切りたて派。
確かに切り立てってなんか違いますもんね。なんでなんやろ、切り立てってすごいなんか新鮮味があるというか、ショート派ココナタン派。うーん、ありがとうございます。私は自分でやってみたいなって思うのはボブとか、ショートはちょっと似合わないなと思うのであんま挑戦しないと思うんですけど、ボブまでかなと思うんですけど、でもなんていうの、でもやっぱりロングかなって思います。私は今こんぐらいなんですけどね、前までこんぐらいだったんですけど、あれはなんていうんですかね、ミディアム、なんていうんやろ、あれなんていうんですかね、あの髪の長さ、私の前の髪の毛の長さ。なんやろう、あれロングかな。でもなんか自分が見てる女の子の理想のなんかわかる、見てて好きなのはやっぱボブとか、もうそれかもう長すぎるロングか、もうなんかお尻ぐらいまでの感じの、もうめちゃめちゃ長い人とかめっちゃ好き、見てる分には。はい、肩くらいの長さ好き、確かになんかちょうどいい感じしますよね。はあ、ラプンツェルみたいな、まあ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 、はい。そうですね、すごいね、めっちゃね、すごいね、すごいの今やっぱ切り立てって新鮮ですよね。ココナの高めのツインテール好き、確かにツインテールほんと可愛いですよね、みんなめっちゃ可愛い。アイドルのツインテールってほんとになんかもう最高って感じ。最近なんか高めはあのインスタに載せたんですけど、あんまりツインテールが見えないっていう、あの昨日インスタ載せたんですよ、多分その前の投稿の写真が高めのツインテールにしたんですけど、全然見えてなかったっていう、1個しか見えてなかったっていう、まあ一応あれツインテールなんですよ。あ、しかもあのショールーム始まる前にラピスアーチのインスタであの写真投稿したので、ぜひこれ終わったら見てください。コメントといいね待ってます、待ってます、待ってます、待ってます。後で見てください。すごい、なんか前まで料理の料理しりとりみたいな感じでやってたんですよ、ラピスで。今回からはすごいメイクとかコスメとかいろんなその美容系のなんかおなんなんていうの、私たちが持ってるおすすめのコスメとかリップとかそういうのを紹介していくっていう感じになります、次から。なので楽しみにしててください。男性の方も絶対需要あると思うので見てね、見る見る。はい、かわいい、違和感やっぱりなんか。はい、楽しみ。ポピー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 、はいはい。あかりんのラメライナー欲しい、わかります、本当にあれ絶対かわいい。3色ぐらい色ありましたよね。いや、めっちゃ欲しい。なんかライブとかでつけたら絶対可愛い、ラメはやっぱり。早くねライブもできるようになりたいなと思います。インスタのバルーンの写真髪いい感じ、あ、ありがとうございます。そう、珍しくあの1枚目
おでこを見せてるのでよかったらインスタ見てください。お耳かわいすぎ。あ、ほんまですか。なんか耳って面白いですよね。こんなはあかりんに言ったらもらえるやろね。多分欲しいです。あかりんさんお願いします。早く会いたいです。シャボン玉の動画も可愛すぎた。え、すごくないですか、あのシャボン玉。めっちゃ出たんですよ。なかなか出なくて、あのシャボン玉本当になんかシャボン玉液出してこう出るとこいっぱいつけたのに全然出なくて、なんなんこれと思ってたんですよ。じゃあミラクルが起きました。めっちゃねいい感じに動画撮ってる時に出たのでめっちゃ嬉しかったです。シャボン玉最近ハマってて、いろんなシャボン玉買いました。シャボン玉あの楽しいのでぜひ一緒にやりましょう。皆さんおすすめです。557万回見る。あ、ぜひ言いましたよ、皆さん言いましたよ、見てください、お願いします。557はい、もう見た、ありがとうございます。マシュマロです。今のマシュマロが鼻の中で踊ってます。あれも見たぜ、ありがとう。すごいあのね可愛く撮影していただいているので、まだの方はぜひ見てください。イエイ。今日はくしゃみ出そうじゃないの、今のところ大丈夫です。ありがとうございます、心配してくださり。服もキキみたいな黒服。あ、そうです、キキです。これはもう完全に服も髪の毛切りました。そうなんですよ、自分で切っちゃいました。大胆に。うまくないですか、めっちゃいい感じ。自信です、自信作。あるある痛い、あ、あるある痛くなってきた。あるある痛い、痛いあるある、あるある痛い、痛いあるある、せい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 。はい、そうですね、私はうん、さっき人狼で2回目狂人だったんですよ。でもなんか全然役目果たせなくて悔しかったんで、次頑張ります。はい、テンション高いね。確かに高い、高めココナでございます。狂人難しそう。そうなんですよ、なんか全然ねできなかったです。難しいですよね、難しいですよね、難しいですよね。そう、まさか狂人になると思わなくて、無理じゃと思って。はい、お腹すきましたね、私もお腹すきました。皆さん人狼見てて楽しかったですか、どんな感じなんやろ、私も見てみたい、やる側じゃなくて。はい、あ、めっちゃ楽しいです。そうなんや、楽しかった、コスプレ良きでした。ハッピーターン食べてるな、おーいいですね、楽しかったよ、見てるの楽しい、ほんと人狼は見入ってしまう。おー、そうなんですね、良かったです。まあ、確かに楽しい、友達とかもやるから楽しいですよね、なんか誰とでもできる感じ。2回戦で私も友達とオンラインで人狼して、楽しそう、コーナーちゃん大好き、ラブサラヘヨ、ラブ大好き。はい、ゲームマスターやって、
と？未来ちゃんインスタライブやってる。お、見たい。そう、未来ちゃんと、あの水川未来ちゃんとまたインスタライブする約束をしたので、ぜひ楽しみにしててください。まだいつか決まってないんですけど。そう、ずんちゃんともね約束してるので、また言います、告知します、するときは。逆にじゃあ今日はあの皆さんからちょっとあるあるを聞きたいなと思ってるんですよね。いいですか、皆さんあるある教えてくださーい。そう、なんかやっぱ皆さん詳しそうなんで、あるある言いたい、言いたい、ある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 言いたい、言いたい、あるある。無茶ぶりきた一人の、あ、待って、一人の配信の時だけテンション上がりがち。あ、それはまさに私ですねあるある、え、でもこれあるあると思います。多分いろんなメンバーも一人の方が多分喋りそう、みんなやっぱりやっぱ人見知りが出ちゃうから、みんながおると。それはあるあるかもしれませんね。はい、ん、困った時イエーイって言いがち。あ、それは確かにあるあるかも。それはそう、イエーイって絶対みんな言いますもんね。それは確かにメンバーあるあるかもしれません。キャラ作って後悔しがち。あー、ありそう、確かに。ちょっとなんか深くなってきましたね。それはでもありそう、過去にも。はい、はい、すごい、皆さんたくさんありますね。コーナちゃん配信で変顔しがち。あ、確かに絶対してるかも。今も今のスクショとっても良かったですよ。あ、私思いつきました。あるある言いたい、言いたい、あるある、あるある言いたい、言いたい、あるある。はい、そうですね、なんかこういうショールームとか生配信してる時に皆さんよくスクショするじゃないですか。でスクショ求めがちもあるんですけど、なんて言うんですか、そのスクショしたのを SNS に載す時になんか自己顔載せがちとか半目を載せがち。それも可愛いと思って多分載せてると思うんですけど、ちょっと恥ずかしいなって、そういうのはあります。なんか公演の時のキャプガとかあるじゃないですか。結構みんな事故ってたりしてて、そういうのがちょっとあるあるですね。それはフリですか？いや違います、違います、本当に嫌なんです私。まあ嫌ではないんですよ。まあ嫌なんて言うんやろ、他にあったやろってなるんですよね。他に漏れてるの乗してって感じです。まあ変顔はいいんですよ私。変顔はもう変顔なんで、なんていうの、もう変顔にしてるからいいんですけど、普通の喋ってる時の事故があってなんか恥ずかしくないですかって感じです。やっぱアイドルなんで。アイドルなんで変顔はまあ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 いいとしましょう。
今何時や。何時ですかね、今。何時ですかねって。何時ですかね。そろそろちょっと痒くなってきました。あ、9時27分。ああ、皆さんありがとうございます。それではもうそろそろ終わりたいと思います。30分ぐらいしかできなかったんですけど、すいません、短くて。またするので見てください。ではランキングを読みたいと思います。13位、アールテマさん、ありがとうございます。12位、ひろちゃんさん、ありがとうございます。ひろちゃん、ありがとうございます。11位がえいじさん、ありがとうございます。10位がオナピー小岩さん、ありがとうございます。9位がつらかわいすぎてさん、ありがとうございます。8位がきたちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位が口内おじかんだいさん ありがとうございます。6位スノーマン557さん、ありがとうございます。5位よしのさん、ありがとうございます。4位柳さん、ありがとうございます。3位ひじりまんさん、キキかわいい、ありがとうございます。2位がライトオンさん、ワンワン、ありがとうございます。で1位がドロロ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 、じゃん、みくみさん、ありがとうございます。すごい短い時間でしたが、ありがとうございました。皆さんまたしますので、その時は見てください。インスタも更新したので見てね。あ、あれやりたくなってきた。やりやりやりたい、やりたいやりやり、やりたいやりやり、やりたいやりやり、やってもええんか、やってもええんか、やってええよね、やってええんか、ほんまにええんか、やってええんか、やってええよね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 。ありがとうございました